はい、こちらは千の利休ゆかりの茶室実相庵と申します。二条大名の茶室でございますが、実は千の利休はこの近くの今市町というところに住んでおりまして、その近くにあったと言われております。明治の初めに南州寺で博覧会が開かれた時にこちらに移築されてきました。二条大名というのは畳二畳プラス、8分目の畳が入って二条大名と言われております。ただそんな狭い空間なんですけれども、床柱を作ったり二重天井にしたり氷炭型の壁を作ったりということで奥行きを広く取るようにしております。そして入り口が二尻口というんですけれども、その二尻口から、丸腰で入っていく、中では男と男の付き合いをするという、そういう空間でございます。はい、こちらは徳川家康の墓です。もともとここには東照宮が建っておりました。昭和20年の空襲で焼けてしまいました。水戸光圀の、家老の子孫三木慶次郎さんが松下幸之助さんに頼んでこの徳川家康のお墓ができました。さてその謎は一体どうなんでしょうか。ぜひ皆さんこちらへ来ていただいて、その謎を解き明かしてください。